遠回しに言えば傷つきもしないで笑ってさよならを言えると子供騙しのような仕掛けはやめてよ惨めになるからやめてよ冷めかけてる紅茶を一息に飲み干し時計気にしてるふりをする都会の別れはいつもさりげない方がいいとあなたの口癖を真似してどこかでもしもお芝居ができるわどんな顔をすれば別れにふさわしい大人のYes, sir.